ギュスター・ブ・モローが、ヘラクレストレルネのヒュドラ、シカゴ美術館所蔵。紀元前4世紀頃のアポロニアの貨幣。表には、冥府の女神、ペルセポネーの怒った顔が、裏にはヒュドラーが描かれている。紀元前6世紀頃のクロエシキアンフォラ。ヒュドラーと戦うヘラクレースと、イオラオスの姿が描かれている。英雄は、鎌のような武器で戦っており、その足元には、 彼の足を攻撃戦とする、オーガニカルキノスの姿がある。パリ、ルーブル美術館所蔵。スコットランドの著述家、アレクサンダー・ジェイミソンの、ジェミーソン・星座図に描かれた海蛇座。ヨハネス・ヨンストンの、超寿中魚図譜に描かれたヒュドラー。ヒュドラーは、ギリシア神話に登場する怪物である。長母音を省略して、ヒュドラとも表記される。ューポンエキドナの子で、オルトロス。 ケルベロス、キマイラ、マタイス説に、ネメアの獅子、フシの百頭竜、プロメテウスの肝臓を喰らうフシの和スピンクス、パイア、金羊毛の守護竜と兄弟。トレミーの48星座のうちの一つである、ウミヘビザはヒュドラーのことである。ヒュドラーは、ギリシア神話を代表する怪物の一つで、ヘイラクレースによって退治された。これは、 ヘイラクレースの12の工業の一つとして知られている。ヒュドラーとは、古典ギリシア語で水蛇を意味するが、神話では、アルゴリス地方のレルネーに住む怪物のことを指し、ヘ士シオドスによれば、女神ヘイラーがヘイラクレースに対する、恨みの感情から育てたとされる。ヒュドラーは巨大な胴体に9つの首を持つ、オロチの姿をしていたが、首の数については100とする説もある。 もっとも、パウサニアスは、ヒュドラーの頭はもともとは一つだったと考えており、ロドス島のカメーロス出身の詩人ペイサンドロスが、恐ろしさを強調するために、多頭の姿で描いたと述べている。ヘイシオドスは、ヒュドラーの姿については、触れていない。絵画などでは、前足と後ろ足、翼を持った姿で表されることもある。ヒュドラーは、不死身の生命力を持っており、 9つの首のうち8つの首は倒すことができるが、すぐに傷口から新しい2本の首が生えてきたとされる。加えて中央の首は不死だった。ヒュドラーは猛毒の恐ろしさでも有名で、ヒュドラーの毒を含んだ息を吸っただけで人が死ぬほどだった。またヒュドラーが寝た場所は猛毒が残っているために、その場所を通った者はさらに苦しんで死ななければならなかった。 しかも猛毒は下毒することができなかった。そのためヘイラクレースはヒュドラーを退治した後にその毒を矢尻に塗って用いたが、その矢傷は不治であり、決して癒えることがなかった。そのことが後にケイローンやポロスのような善良なケンタウロス族だけでなく、ヘイラクレース自身を死に追いやったと伝えられている。アントニオデルポンライオーロ作、ヘラクレスとヒュドラ。神話によればヒュドラーは、 アルゴリス地方のレルネーの沼地に住み、しばしば人里を荒らして回った。このため、見受けない王、エウリステウスはヘイラクレースにヒュドラーの退治を命じた。これは、ネメアーの死死退治に続く2番目の難行となった。ヘイラクレースは、ヒュドラーの白毒家にやられないように、口と鼻を布で覆いながら、ヒュドラーの住むレルネーの沼地へとやってきた。そしてヒュドラーの巣にヒアを打ち込み、 ヒュドラーに立ち向かった。しかしヒュドラーの首を棍棒で叩き潰しても、傷口からすぐに二つの首が再生し、倒せば倒すほど首が増えてしまうことにヘイラクレースは気がついた。ヘイラクレースは、老いのイオラーオスに助けを求めた。イオラーオスは、首の傷口を、松明の炎で焼き焦がす方法を思いつき、次々に傷口を焼いて再生するのを防いだ。ヒュドラーを殺すには、 真ん中にある一つの不死身の首を何とかしなければならなかったが、ヘイラクレースはその首を切断し、巨大な岩の下敷きにして倒した。そしてヒュドラーは、海蛇座となった。一説によると、ヘイラクレースの死を願うヘーラーはこの戦いで、彼の足を切らせるためには怪我に、カルキノスを送り込んだという。しかしヘイラクレースは怒って、これを踏みつぶしてしまっていた。 そしてこのカニがカニ座となった。しかし、エウリステウスは、この苦行は一人で行われなかったため、達成されなかったと言い渡し、十二の工業の中には入れなかった。戦いの後、ヘイラクレースは、アテーナーの助言に従い、ヒュドラーの体を切り裂いて、猛毒を含んだ弾銃を取り出し、自分の矢に塗ってその後の戦いに用いた。ヘラクレースの漁力とヒュドラーの毒の力で、 ヘイラクレースの矢は一撃必殺の武器となった。その威力を最初に知らしめたのは第四の難行、エルマントスのイノシシの池捕りである。ヘイラクレースはエルマントス山に向かう途中、ケンタウロス族との間にトラブルを起こし戦いとなった。ヘイラクレースはヒュドラーの毒を塗った矢を放ち、ケンタウロス族を倒しながらペロポネイソス半島の東南端のマレアーに追い詰めた。 さらにケンタウロス族の賢者ケイローンのもとに逃げ込んだケンタウロス族を撃とうとした。ところがヘイラクレースの放った矢はエラトスの腕を貫通してケイローンに当たってしまった。ケイローンはひどく苦しんだがケイローンの薬も効果はなく不死上に死ぬこともできなかった。またヘイラクレースをもてなしたポロスは彼の矢の威力に驚いて矢を手に取ったが手を滑らせた拍子に 矢尻が足を傷つけ、ヒュドラーの毒で死んでしまった。後にケイローンは、毒の苦痛に耐えきれず、プロメテウスが解放された際に不死を返上することで、苦痛から解放された。さらに後、ヘイラクレースは妻、デーイアネイラをさらおうとしたネッソスを、ヒュドラーの毒を塗った矢で射殺した。ネッソスは、死に際に、デーイアネイラに、自分の血は、美薬の効果がある。 夫が心変わりしそうになったら彼の衣服に塗るといい、と吹き込んだ。デイやネイラは、後に、それを実行したが、ネッソスの地には矢を通して、ヒュドラーの毒が混じっていたため、ヘイラクレースの体を蝕み、ヘイラクレースは癒されぬ苦痛に耐えかね、我が身を焼き尽くすことを選んだ。こうして、ヘイラクレース自身もヒュドラーの毒によって、人間としての生に終止符を打つことになった。 ギリシア神話のアルゴの歌いを描いた映画アルゴ体験体の大冒険に7つの首を巧みに動かして自在に移動するヒドラーが登場している。これはレイ・ハリー・ハウゼンのストップモーションアニメーション技術によって創造された。また現代とギリシア神話を融合させた世界を舞台とする映画パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々にもヒドラーとして登場。 5つの頭を持ち真ん中の頭が火を吹くというもので、主人公のパーシーがすべての首を切り落とすと頭が倍に増えて再び襲いかかるという場面が描かれている。こちらはコンピューターグラフィックで想像されている。クトゥルフ神話の一辺にはヒュドラがあり、無数の生首を浮かべた巨大な粘液の怪物が登場している。また、ラブクラフトのインスマスの影にも父なるダゴン、 母なる、ハイドラという研究があり、こちらのハイドラは深きものどもの指導者にして、ラゴンの配偶者と解釈されている。ファンタジーの世界などでは、ヒュドラーの持つ再生能力が怪物性を想起させるためか、ヒュドラーと名付けられたモンスターが様々な物語の中で登場する。このような創作物の中では、ドラゴンの剣族として扱われたり、多頭の蛇という共通点から、 日本神話の山田のロチと関連付けられることもある。ありがとうございます。